今回はね、またアプリの紹介をしたいと思います。えー、今回紹介するアプリは、まあ、音声入力のね、アプリになります。で、Android の場合ですね、音声入力と言いますと、まあ一番有名なのはこのね、Google の音声入力になるんですけれども、まあたいね、こういう、例えばこれメモなんですけども、入力するときに、えー、日本語入力のね、アプリの中で、こういうマイクのマークがあるので、ここを押して、 音声で喋ると、それが入力される感じです。はい。こんな感じでね、喋ったことが入力されるというのが、アンドロイドの場合、このね、Google の音声入力を使ってできるんですけれども、ただですね、あの、苦闘点がね、打てないというのがちょっと、まあ、弱点なんですけれども、iPhone ですね、まあ、iOS の場合は、点、えー、とかですね、丸とかですね、あと開業とかって、えー、言葉でね、言うことによって、 要は、こう、全然ね、操作しないで、ザーッとこう、文章が打っていけるんですけれども、Android の場合はちょっとそれがね、対応していないということで、え例えばですね。例えば、点。こんな感じで言っても、句読点が入力されません。はい。こんな感じでね、今、喋ってみましたけれども、例えば、点。 で、本当はね、句読点を、えー、打ちたかったんですけれども、まあ、点になってしまったということで、あと、まあ、改行とかもね、えー、できないので、まあ、どちらかというと、まあ、ざーっと喋って入力して、それを後で、えー、編集するって言いますかね、えー、そういう句読点を打ったり、改行を入れたりとかっていうような感じで、ま、必ずね、入力した、あえっ、ー、と、音声でね、入力した後に、まあ、修正がね、必要になってしまうと。 いうことなんですけれども、えー、それを改善するアプリといいますかね、えー、を紹介したいと思います。はい。こちらのね、まあ、エディーボイスっていうアプリなんですけども、まあ、これもね、まあ、有名なアプリなので知っている方は多いと思います。まあ、こんな感じでね、えー、入力の画面が出てきます。まあ、なので、あ、今もう音声入、はい。ちょっと待ってます。はい。今ね、喋ってたんで、もいきなり、 知っている方は多いと思います。こんな感じでね、入力の画面が出てきます。みたいな感じでね、もうすでに音声のね、入力が始まってしまったんですけれども、まあ、ここにね、この、点とか、丸とか、改業とかですね、あと、スペースとか、えー、こういう、なんですかね、ビックリマークとか、クエッションとかね、まあ、よく使うものが、あの、まあ、表示されて、ここでこう、まあ、要は、あの、 音声では入力できないんですけれども、まあ、喋りながら、ここだけはこう、まあ、手、手動といいますかね、えー、手で入力して文章を作っていくっていう感じになります。なので、Google のね、先ほどの入力の場合は、まあ、どっちかっていうと、ザーっと喋ってしまったものを、後から、ま、編集するっていう使い方になってしまうんですけども、これですと、まあ、ま、喋りながら、こう入力していくようなね、形ができます。で、あと、ここに、認識のね、候補みたいなのもの出てきま、出て、 来ていますので、まあ、なんとなくこう喋りながらね文章を作っていくっていうのには向いているのかなというふうに思います。じゃちょっとねやってみます。一回ねクリアをします。先ほど例えばあの先ほど例えば点ってね打ちたかったんですけれども、まあ、そんな形のやつをどうやって打つかと言いますと、こ,このね音声認識を解消します。例えばこんな感じで。 入れていくことができます。開業もこんな感じで入力することができます。はい、こんな感じでですね。 えー、喋りながら、まあ入力するっていうことがね、できる非常にね、便利なアプリになっています。まあこうザーって喋る感じには向かないので、まあスラスラ喋れる人はいいですけれども、まあ私みたいにね、こう、 言葉が詰まるような人は、どっちかっていうとね、こういう方がいいかな、というふうにね、思います。あの、まあ、通常ね、短い、例えばメールとかあー、なんかね、チャットとかであれば、わざわざこのエディボイス立ち上げるまでも正直ないと思うんですけども、普通にね、音声入力のアプリから、えー、マイクボタンを押してね、喋ってしまった方が、あ,かあの、短い文章だったらね、簡単だと思うんですけども、そこそこ、あのー、ちょっと長い2、二三行とかね、 そのぐらいの文章ですと、やはりこういう改行が必要だったり、えー、丸とかね、点を入れなきゃいけないっていうところがあると思いますので、そういった時はね、便利かなと思います。で、本当にない文章は、まあ正直ね、パソコンのキーボードを使って入力した方が、全体的なね、効率は良くなると思いますので、まあそういう部分で、まあ、なんでしょうね、短い、まあ文章。 を打つにはね、このエディーボイスって結構便利かなというふうに思います。で、まあ、ここに入力したものをね、えー、例えばこの、送る。で、先ほどね、使ったメモとか、まあ、これがインストールされてるアプリによって違いますけど、例えば Gmail にね、えー、その、ここで打った文章を送ったりとかできます。まあ、あと、ここにね、出てこなくても、もう単純に一番簡単な方法は、ここにね、コピーっていうのがありますので、えー、コピーしてね、 ここにコピーされましたって出たんで、これを単純に、例えばね、先ほどの打ったこれに、ま貼り付けと。いう感じで貼り付けることができますので、まああの、まあコピーペーストができますんでね、まあ汎用性は高いかなというふうに思います。で、ここを押すとね、クリアになります。今ちょっと始まっちゃってますね。 で、ここのキーっていうのがあるんですけども、ここを、こんな感じでね、上にスワイプすると、キーボードがね、使えますんで、まあ、音声で入力しながらですね、えー、例えばもう手で打った方が、あの、まあ、うまくね、声で認識してくれなかった時なんかは、まあ、こっちで打っちゃった方がね、早いっていう時もありますので、そういった場合はね、ここで、えー、キーボードを使うこともできます。はい、今回はね、えー、音声入力でね、えー、苦闘点。 であったり、改良が入力できる、このね、エリーボイスっていうね、えー、音声入力アプリを紹介させていただきました。